今や車やスマホなどあらゆる製品に必要不可欠な半導体。日本が半導体製造装置の提供国としての地位を不動のものにしている現在、その世界シェアはアメリカに次ぐ世界2位に輝いています。しかし一体何が日本の半導体製造装置をこれほどまでに優位なものにしているのでしょうか。今回は日本の半導体メーカーや半導体製造装置の優位性、半導体市場の展望についてお話しします。動画が良ければいいねとチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。世界シェア2位、日本の半導体製造装置シェア。半導体製造装置の市場規模は右肩上がりに成長しており、2022年に日本製造装置の販売額が 3.8 兆円に達し、過去最高を更新しました。これは自動車やスマートフォンといった現代生活に不可欠な多くの製品に半導体が使用されていることが大きな要因でしょう。またパソコンやタブレット、家電製品、太陽光発電といった幅広い製品においても半導体が不可欠となっています。さらに2021年から2022年にかけての半導体需要の急拡大は、デジタル機器の増加、ゲーム機の人気上昇、企業のデジタルトランスフォーメーションの推進なども大きな要因です。この背景のもと、日本の半導体製造装置が世界に占めるシェアは 31% に達し、アメリカの 35% に次ぐ世界2位を獲得しています。長らく半導体産業の凋落がささやかれていた日本ですが、製造装置の分野においては依然として強力なシェアを確保しています。これは半導体製造の工程において必要とされる高度かつ繊細な技術力、そして極めて高いクリーン度を維持できる技術力の高さが挙げられるでしょう。2022年度の国内における半導体製造装置企業の売上高ランキングを見ると、東京エレクトロンが22,090億円で1位となり、大きくリードしています。これにアドバンテスト、スクリーンホールディングス、キャノン、ディスコと続きます。特に東京エレクトロンは高い技術力と研究開発への投資により、世界市場での競争力を維持している企業です。日本の半導体メーカーは精度が高く、多くの企業から信頼を獲得し、海外進出にも成功しています。半導体製造装置とは、半導体製造装置とはその名の通り、パソコンやスマートフォンなど私たちの現代生活を支えるあらゆる電子機器に搭載される半導体を製造するために用いられる一連の装置を指します。微細な半導体デバイスを高精度かつ効率的に製造するための技術の結晶であり、その種類は様々です。例えば微細な配線やトランジスタを形成するために必要な材料膜を作り出す装置、精密なパターンを材料膜に形成する写真触刻技術を利用する装置、デバイスの性能を決定づける微量の不純物を添加する装置、そして最終的な組み立てや品質を検査する装置などが含まれます。これらの装置による技術革新は、より高性能で効率的な半導体の開発を可能にし、現代の電子技術の進歩を加速させています。半導体メーカーが設計した革新的なデバイスを現実に生み出すためには、これらの高度な半導体製造装置が不可欠です。デバイスの理論上の性能がどれだけ優れていても、それを実現する製造技術が伴わなければ、そのデバイスは市場に出ることはありません。このため半導体メーカーの技術革新だけでなく、半導体製造装置メーカーによる継続的なイノベーションが極めて重要です。半導体装置メーカーの進化は、より複雑で性能の高い半導体の実現を可能にし、結果としてあらゆる産業の技術力も向上します。このように半導体製造装置は半導体業界の発展において中心的な役割を担っています。日本の半導体製造装置の優位性。
日本の半導体産業はかつての輝かしい成果から一時的に凋落の様相を呈していると評されがちですが、この業界の中でも特に半導体製造装置メーカーが国際市場で健闘し高い評価を受け続けている現象は注目に値します。ではなぜ日本の装置メーカーは優位性を保ち続けているのでしょうか。日本の半導体製造装置メーカーが世界市場で成功している主な理由は、長年にわたる技術革新と高品質へのこだわりにあります。日本企業は微細加工技術、精密な材料科学、そして高度な品質管理技術の開発において世界をリードしてきました。これらの技術はますます複雑化する半導体の製造プロセスに不可欠なものであり、日本の装置メーカーが提供する機器の精密さと信頼性は業界内で高く評価されています。東京エレクトロンは半導体製造装置業界で世界的に認知されたリーダー企業であり、その成功は継続的な技術革新と顧客との強固な関係によるものです。製造プロセスの各段階にわたる幅広い製品ポートフォリオを提供し、高い精密度と信頼性を実現しています。東京エレクトロンの装置は半導体デバイスの微細化が進む中、その製造過程における厳しい要求を満たすために不可欠です。またアドバンテストは半導体テスト装置分野でその名を馳せています。テストシステムは半導体が市場に出る前に行われる厳格な品質検査で欠かせないものとなっており、高度な技術力を背景に業界内で高い評価を受けている企業です。アドバンテストの製品は信頼性の高い半導体の大量生産を支える上で中心的な役割を果たしています。さらにスクリーンホールディングスは印刷回路板製造装置や洗浄装置など、特に半導体製造プロセスにおける表面処理技術に関する装置が有名です。高い技術力と革新的なソリューションで市場に応え、半導体業界のニーズの変化に迅速に対応しています。日本の製造装置メーカーは技術力だけではなく顧客との密接な協力関係を重視している企業が多いです。顧客の具体的なニーズに応えるためにカスタマイズされた製品を開発することで、継続的なサポートと技術革新を通じて顧客の生産効率と製品品質の向上に貢献しています。このような顧客中心のアプローチは長期的な信頼関係の構築につながり、ビジネスの成功を支えています。加えて日本の半導体製造装置業界は研究開発に対する投資を惜しまない姿勢も特徴的です。新しい技術や材料に関する研究に積極的に投資し、製造プロセスの最適化や新しい装置の開発に努めています。このような継続的なイノベーションは日本半導体装置メーカーが競争力を維持し、市場の変化に柔軟に対応できる理由の一つです。半導体製造装置の分野において日本が維持している優位性は、単に高い技術力や品質の追求だけではなく、顧客との強いパートナーシップと継続的なイノベーションへの取り組みに根ざしています。これらの要素が組み合わさることで、日本の装置メーカーは世界市場において独自の地位を築き、業界全体の進化に貢献し続けているのです。2025年に15兆円になる。セミがセミコンジャパン2023において発表した最新の市場予測によると、世界の半導体製造装置市場は2025年には1240億ドル、日本円で約15兆円に到達すると言われています。この予測の背後には、半導体市場の周期性と2024年以降の生産能力の拡大、新規ファブ建設、最新テクノロジー、およびソリューションへの重要増が力強い回復をもたらすと言われているからです。特にウエハファブ装置分野では2025年には1100億ドル近くまで増加することが予測されています。この増加は新規のファブ計画や生産能力の拡大、テクノロジーアップグレードによるものです。後工程装置分野においても、テスト装置や組み立ておよびパッケージング装置の市場は2025年には
大きな成長が予測されています。地域別では中国、台湾、韓国が2025年までの期間における設備投資の上位3カ国となる見込みです。特に中国は2023年に過去最高の300億ドルを超える装置出荷額を記録し、他地域との差をさらに広げることが予測されています。中国を中心としたアジア地域の装置投資は全体の市場成長を牽引する役割を担うでしょう。日本の企業はグローバルな供給チェーンの中での協力関係を深め、共同研究を推進することで中国を含むアジア市場での影響力をさらに拡大するチャンスを持っています。中国およびアジア地域の市場が成長を続ける中で、日本の半導体製造装置メーカーがこれらの市場でどのようにポジションを確立し、技術革新を推進していくかが今後の業界の動向に大きな影響を与えるでしょう。私は日本の半導体製造装置企業の独自性と先進技術は今後世界の半導体産業のさらなる発展の鍵となると確信しています。皆さんの日本の半導体製造装置の企業や技術、今後の展望に関するご意見や感想をぜひコメント欄でお聞かせください。皆さんの日本の半導体製造装置に関するご感想をコメント欄でお待ちしております。さらにこの動画が良ければいいねとチャンネル登録していただけると大変励みになります。 X と LINE でも発信をしていますので、気になる方は概要欄をチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。